everyone. I'm glad to see you to see you glad. さあ、クイズ出していこう。俺のこと連れてきたかったら5問出すから3問以上正解しなきゃいけないの。え、5問出すから3問以上正解したら君の店行ってあげる。はい、何をですか。問題出すから。はい、1問目、はい、平成3年夏の甲子園で平成3年夏の甲子園で福島県代表として出場した高校は何高校だ。分かんないです。分かんないの。違います。ん、法政、そんな高校知らない。違う、合ってない、合ってない。その福島県代表から代表のピッチャーとして甲子園に行き、後にオリックスのエースとなったピッチャーは誰だ。はい、斉藤由樹。違います。はい、3問目、はい、現在の聖光学院の野球部の監督の名前をフルネームで答えよ。はい、斉藤由樹。違います。彼とは仲間かな。はい、ゲームオーバーです。だったらゲームオーバー。3問全部不正解だったので。はい、仲間じゃないです。仲間じゃないです。1問目、はい、1問目は学校石川。1問目正解。では2問目、その学校石川の石川のピッチャーとしてこう、その学生まれた年なんで分かんない。オリックスのエースになったピッチャーは誰だ。車くる有名人ですか。オリックスのエースだから無名なわけないじゃん。オリックスのエースになったんだよ。2005年の開幕戦西武ドームで投げたよ。うん。誰あ、携帯調べた場合ダメです。あ、こっちは全然関係ない店なんだよ。誰だろう、オリックスの野球。投手ですか。投手ですよ。西武ドームで先発してます。2005年の夏の開幕戦。あ、2005年夏じゃない。2005年の開幕戦に西武ドームで先発してます。学校しかしか分かんないです。誰だろうな、学校。じゃあ 2問目不正解。生まれた時の2問目は不正解。すいません、勉強しておきます。 では聖光学院の野球部の監督の名前をフルネームで。聖光学院の監督の名前ですね。聖光学院の監督の名前フルネームで。誰だろうな。聖光学院ってどこだっけ。なんかめっちゃ有名じゃない。福島。いや、それは知ってるんだ。福島市じゃない。誰だろう。あの、なんか、でも1問だったから。すごい。聖光学院の監督の名前を当てればいいんですか。フルネームでね。誰ですか。誰だ。斉藤はもう合ってるけども下が当たってないからダメ。斉藤、斉藤合ってるんですか。うん、斉藤。はじめとか。違います。え、あの一文字目教えてください。ダメです。あ、智也、斉藤智也。あ、斉藤智也正解。もう一問、ラスト一問。千代の富士は小錦相手に何勝何敗だ。なんすか、なんすか。千代の富士は小錦相手に何勝何敗だ。千代の富士ってなんすか。横綱だよ。あ、相撲。何戦したかだけ教えてください。29回中28勝1敗。はい、ゲームオーバーです。うわー、私がお願いします。残念。かろうじて、失格に持ち込みました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録もお願いいたします。今回は、東北地方で撮ったため、
野球の問題は主に東北地方の問題を出しました。チャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。